うちの前でアサリの養殖できないかなと思ってね。その土地はこう水も作るから畑にあらず、うん、海にあらずね、厄介、はいはい、なもの車は通れないですよ、うんね、そんな、どうにもならねえほど長々続けてでもダメだなと思って、そういうこの現象を常々2回こう潮が抜けたね、その4回が今アサリ前で試験テストをやってます、ね、逆に掘り下げたものをこっちの江戸の前に持ってきて、まず大丈夫みたいな畑っちゅうのしてなと思って、そうすると、両方こっちは海の、こっちは他のもの、ということでね、なければ野菜なんか何が可能だ、まあ、3分の1ぐらいはうちの、前の畑から取ったもので、お客さんをもてなしできるなというような考えでね、そのようなことで、そこをそのぐらい探したんです。障害者のね、子供たちは、海に水にね、親しませる、仕上がりまですっぽり入ってもらってね、手探りしたら貝が出てきたっていうのは、そういうね、と思って、感じますね。それにいっぱい蚊にかかってくるんです、うん、ところがそれ外すの厄介なんですよ。あ、網に、ところがこのカニはね、平積みカニっていうカニなんですが、ここでは一致カニっていうあだ名でこう愛してますが、これこのカニもまだ美味しいんだ。ひだな毛ガニなんかよりもはるかに美味しいですよ。背中にね、みんなね、あの頭文字のエッチっていう、だからエッチガニって言うんですか。エッチガニ、エッチガニ、そうなんだ、ホンダのマークだし、ホンダの車のマークとまず似てるエッチって言うんだから難しい仕事なんだけど、結構都会の人たちもね、覚えてるな、やるもんだと思ってね、夏場はかな、一番かかるんだな、もちろんソドウミのことですね。ソドウミのことね、かかりすぎと、これがまた漁師流しで処理にね、困るんですね。